今回は会話で好かれる3要素ということでですね、会話っていうものを相手に楽しんでもらうためには何を意識すればいいのかっていうことを解説していきたいと思います。ね、まあ、この会話で相手が 自分の話に、えー、のめり込んできてくれたりだとか、一緒に盛り上がってくれたりすることによって、普通だったら聞かない話とかをたくさんしてくれたりとかね、まあ上司の人とか、えー、違う会社の社長さんとかに気に入ってもらったら、いっぱい話聞かせてもらって勉強になるっていうこともあるし、他にも、なんか自分だけにしてくれる話とかっていうのができてきたりしますよね。あなたにだから話すけど、みたいなことをね、えー、信用されるからこそ聞けるようになるっていうこともあると。だから、君と話したらなんか何でも話しちゃうよ、みたいな人って、えー、いると思うんですけども、えー、そういった人 ってなっていけるよってことですよね他にもこの人とだったらずっと話してたいなって思ってもらえるっていうことはもうそのまま人間関係の構築に繋がっていくわけなのでやっぱり盛り上がる会話ができる相手が話してて楽しいなって思えるような会話をするっていうのはとても大切なんですよで、この3要素って結構シンプルでこれを使えばどんどん相手が話にのめり込んできてくれるっていうのもあるんだけどこれをしないがために本来であればね 自分が聞く気があるのに、何か話してくれないとか。 もうすごい深い話とかたくさん聞きたいし、この人といっぱい語り合いたいのに、なんか浅い会話でポンポンって、あの、キャッチボールが終わってしまって、話が途切れちゃって、次何話せばいいのかな、みたいな、変な間を作り出せしまうとか、そういったことが起こってしまうわけですよ。えなので、今回え、僕が説明するこの3要素っていうのをしっかりと使って、相手がどん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 ,どん、えー、自分に話をしてきてくれる、相手が盛り上がって、この話もしよう、この話もしようって思ってもらえるようなね、えー、そういった話の引き出し方っていうのをね、覚えておいてもらった ないいう,うに思いますで、まあ、このチャンネルではですねそういったコミュニケーションのアプローチの方法であったりだとか生きる上での前向きな考え方の、えー、極意だったりとかそういったことを解説していっているのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということで今回も内容に入っていきましょう、えー、人っていうのはですね自分が重要な存在として見られたいっていうふうに思っているんですよこれを 自己重要感っていうふうに言うんですけども、まあ人は自分が一番重要な存在だっていうふうに思われたいっていう欲求がそれぞれにあるっていうことなんですね。で、この自己重要感っていうものを満たされないと人っていうのはその相手に対して好意を寄せたりしないんですよ。だから自分の自己重要感を満たしてくれない相手とは仲良くしたいと思わないんですね。 だからきっと、あなたも、なんか友達とか、恋人っていうのは自分のことを認めてくれたりだとか、自分のことを受け入れてくれてる人のことを恋人って呼んだり、友達って呼んだりしてると思うんですよ。自分のことをないがしろにしたりだとか、あっちげーとかね、言ってくる人と一緒にいたいとは思わないはずなんですよね。えー、つまり自分のことを重要だと思ってくれる人に好意を寄せる、信頼を寄せるっていうことが言えるわけなんですよ。なので、会話の中ではね、 自分は受け入れられているんだなーって相手が思ってくれるような、そういった話の進め方をしていけばいいっていうことなんですよ。人っていうのはね、自分の話を聞いてくれてるときに自分を受け入れられてるって感じるから、相手の話をどんどん聞いていけばいいんだよってことです。ただ、この聞き方っていうものによってはですね、相手に自己重要感を与えられないことがあるんですよ。でもこれが何なのかっていうとね、 リアクションが薄かったりとか相手の話をああそうなんだっていうふうに冷めた感じで聞いてしまったりだとかっていうそういった聞き方のミスっていうものをしてしまうと相手は自己重要感を感じられなくてすごいたくさん聞く気があったとしても相手が話してくれなかったりこの人と会話楽しくないなと思われてしまうわけですよなので今回はこういうふうに話したら相手はもっとたくさん話してくれるよ 会話がが盛り上がっていくよっていう方法を伝えていこうかなっていうふうに思うんですけどまあね具体的にこの話をしたら受けるよとかね例えばピーマンの話をしたらあなた喜ぶよとかっていうのはもう個別具体的な話になってしまってそこまでは解説できないのでこの要素を含めば相手はどん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 会話にのめり込んでくるよっていう3要素を解説したいなというふうに思いますでその3つっていうのが感動感謝驚きですね感感動、感謝、驚き。 まあどういうふうに覚えてもいいですけども KKO とかね KOK、OK、とかまあ何でもいいですけど、えー、感動と感謝と驚きっていうこの3つの要素が非常に大切になってきますとでまああんまり説明しなくてもなんとなくわかるかなというふうには思うんですけども、まあ、感動っていうのは例えば上司にお肉焼肉連れて行ってもらったとしたら今日のこのお肉もう美味しすぎましたあ,あんなお肉初めてですみたいなこういう感動を伝えるっていうことですよね お肉、ありがとうございましたみたいな感じじゃなくて、この、美味しかったですみたいな。この、えー、感動っていうのを伝えるっていうのが結構大事なんですよ。ね、普段の会話の中でも、この感動っていうのは結構大事なんですね。相手が話した内容によって、自分の心は動きましたよ。その話もっと聞きたいですよって思ってますよっていうことをメッセージとして伝える。これが感動です。そして、感謝。感謝っていうのは何なのかっていうと、もう、めっちゃ当然ですけども、ありがとうございますっていうことを伝えるってことですね。 これも、じゃあ、お肉の例で言うのであれば、今日のお肉美味しすぎました、あんなお肉初めてです、そんな、本当あんなお肉、美味しいお肉ご馳走してもらってありがとうございましたっていうふうに伝える。これが感謝になりますね。で、えー、驚きっていうのは何なのかっていうと、えー、リアクションですよね。ええー、とか、本当にとかっていうようなリアクションを入れていくことを驚きっていうふうに、えー、表してますね。えー、この驚きも、えー、お肉の例で言うと、もうっきも言ってましたね。今日 今日の肉本当に美味しすぎましたよみたいな。あれ何ですかみたいな感じの驚きですね。で、この3つの要素っていうのは全て一緒に盛り込むことができるんですよ。どれか一つを使っていくとかじゃなくて、感動と感謝と驚きっていうのは、もうある程度全てのことを、一つの文に入れることができるんですね。えー、ってなって。 何ですかこれみたいな驚いてそしてこんなの初めてですっていう感動があってそしてありがとうございますっていう感謝を入れるっていう、えー、結構めちゃくちゃシンプルだと思うんですけど、えー、この3要素を入れるだけでリアクションが大きく変わってくるんですよね自分のリアクションが。 もう本当にこれ一つでもとりあえず意識してみ、意識で会話してもらったらわかると思うんですけど、相手の反応が全然変わってくるんで、えー、本当にこれやってみてほしいなっていうふうに思います。僕もよく会話の中ではですね、特に驚きっていう部分と感動っていう部分は意識してて、相手が話し始めたら、えぇみたいなことは基本的に言っちゃうようになってるんですよね。これはなんか、 テクニックとしてやってるっていうか、もう癖づいてる感じなんですけど、相手が気持ちよく話せますよね、やっぱり。自分が話し始めたことによって、え、どういうことどういうことみたいな感じで乗ってきてくれると、やっぱり、あ、この人話して、話聞いてくれるんだなっていうことが相手に伝わるので、どん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 話してくれるようになるんですよ。これは実際僕もよくやってるし、実際相手はたくさん話してくれます。でも、やっぱり、 あそうなんだ、みたいな話してたら、ええー、って感じでね、相手も話の熱が冷めていっちゃうので、この3つの要素っていうのを意識したら、いいリアクションが取れるようになって、相手がどんどん会話に、えー、のめり込んできてくれるようになります。なので、とにかくポイントとしてはですね、オーバーかなぐらいでちょうどいいです。もう本当にこれオーバーなぐらい感動しちゃってるかなとか、オーバーなぐらい感謝しちゃってるかなとか、なんでもいいんで、ね、とにかくオーバーぐらいにやるっていうのをね、ぜひ意識してもらえたら、どんどん相手の 会話っていうのが、相手の話をどんどん引き出していくことができるので、ああさっきのね、3要素ぜひ意識してみてもらえたらなというふうに思います。 でまあ、こういうふうにですね、会話を盛り上げていける人とかっていうのは、どん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 信頼されていく人の特徴だったりするんですけども、それと同じようにですね、他にも信頼されると尊敬される人っていうのはですね、いろんな特徴があるんですよね。で、その特徴を一つ一つ自分の中に取り入れていくことで、だんだん自分のコミュニケーション能力で上がっていくんですよ。でこれって当たり前だと思うんですね。例えば、野球の選手だったとして、野球の選手が、 打つことしかできなかったのが、守ることもできて、走ることもできるようになって、そして、あの、周りも見れるようになるとかっていうふうに一つずつ、えー、まだ、あ、うい人の要素っていうのを取り入れていけば、よりスーパープレイヤーになっていけるわけじゃないですか。こういうふうに自分の中により好かれる人の特徴っていうのを入れていくことによって、コミュニケーション能力がとても高くなっていくんですね。 なので、そういった好かれる人の特徴っていうものをですね、一つ一つ具体的に解説して、どういうふうに実践していけば、それが取り入れられるのかっていうことまでね、解説しているプレゼントを、僕のメールマガジンのコミュニティ内のねメンバーサイトのところにプレゼントとして置いているので、もしよかったら無料で参加できるので、ぜひ概要欄から参加してみて、受け取ってみてもらえたらなというふうに思います。で、毎日こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 ありがとうございました。